はい、どうも、リハビリタッキーです。今日も動画配信を始めさせていただきますので、よろしくお願いします。今回のテーマは、認知症の症状のうちの中核症状と呼ばれるものについてね、リハビリとケアマネの視点から解説をさせていただきますので、よろしくお願いします。認知症、脳自体の病変によって、その機能が失われることによって、神経ネットワークの障害であるということが、まず前提としてあるんですが、この認知症、2段階で症状が進行するということは実は言われています。このうち脳の細胞がこう壊れてしまうことで、その機能が失われることによる、これを認知機能障害というふうに言うんですが、これによって認知症の誰にも起こる症状、これを中核症状というふうに言います。で、その中核症状の中でもやはり最も有名なのが学習記憶障害ということがある。これは新しいことが学習できないであったり、最近の出来事を思い出すのに時間がかかるなんていうことがあります。ただ全ての認知症にこの学習機能障害が現れるというわけではありません。特に感情を伴った記憶というのは良くも悪くもやはり残りやすいというところもあります。そして近年特に問題になっているのが社会的認知障害、通称社会脳の障害とも言われるものになります。一説によると認知症はこの社会脳が壊れる病気であるなんていう概念、捉え方もされています。で、これはどういうことかというと、例えば過去をもとに未来を想定して活動することができないということがあります。それから気持ちを推し量る、察することができないということ、それから己を振り返って反省をするということができない、それから感情欲望をこう我慢できないということが挙げられています。こうなってしまいますと、日常社会におけるこう絆ですとか相互理解というところがですね、障害されてしまって、生活上のさまざまなトラブルを引き起こすことにもなってしまいますので、ぜひこのあたりをですね、参考にしていただけると幸いです。で、さらに中核症状としては他にもいくつか挙げられます。まずは複雑性注意障害というものです。これは仕事作業をするのにこう時間がかかってしまったり、気が散りミスをしやすいということになります。例えば生活の中で服がこううまく着れないなんてことが現れたりしてきます。それから言語失語障害ということもあります。これは言葉を理解したり話したり表現するということが障害されることです。実際の生活の中で言うと、例えば物を見てもリンゴを見てもリンゴっていうの名前が出てこないなんてことがあります。それから実行遂行機能障害というものがあります。これは複数の課題がこなせないであったり、意思決定が曖昧になるということがあります。例えば生活の中で言うと、歯磨きのせい、歯ブラシをうまく使えない、使い方を間違ってしまう、上下逆に使ってしまうなんていうことが現れたりしてきます。それから複雑性注意障害というのもあります。これは、地図が読めなくて混乱をしてきたり、慣れた作業ができないなんてことがあります。生活の中で言うと、家までの帰り道が分からなくなってしまって、徘徊をしてしまってトラブルになってしまうなんてことがあります。で、今回こういった形で中核症状を紹介させていただいたんですが、6つ紹介させていただいた中の1つ以上に低下が見られると、実は認知症というふうに診断されるというふうになっておりますので、ぜひこのあたりも含めてですね、参考にしていただけると幸いです。今回の配信ここまでというふうにさせていただきますので、よろしかったらぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴していただきましてどうもありがとうございました。ではまた。